僕ね、メジャースポーツやらせてもらってるんで、すごくスポットライトを当ててもらうことが多いんですけど、日本代表っていう一つのチームの中で動いていくので、つまり僕バドで世界一になれると思ったらバドやるかもしれないし、そんな感じですね。あれですよね、岡野さんは長野県出身なんですよね。私は長野県です。でも長野県はそうなんです、ウィンタースポーツなんですよね。だからバドミントンの強い選手が過去にあんまりいないんですよ、うん。まあ、だからこそ高校から埼玉県に進学して、うん、どんどん環境を求めて外に出たんですけど、僕ね、すいません、めちゃくちゃ失礼なんですけど、僕いろいろ今回の対談が決まってから岡原さんのこと調べ、ちょっとこうさすがに調べずに参加したら会話合わへんかったらやばいと思ってたんで、そもそも僕バドミントンと思ってたりとかしたところバドミントンとかね。そうです。ほんで岡原さん世界ランク1位なんですね。今は4位なんですけど1位になりました。1回ね、去年ですよね、はい、そうです。すごいっすね。僕ね、メジャースポーツやらせてもらってるんで、すごくスポットライトを当ててもらうことが多いんですけど、はい、オリンピック競技の友人がね、何人かいたりして、まあ、いわゆるマイナースポーツの友人も何人かいたりして、そういう人たちの競技能力を見てたら、なんか、サッカー選手こんなお金稼いじゃっていいんかなとか、なんか結構リスペクトする機会が結構多くてですね。で、今回は岡田さんの世界ランク1位って多分、相当すごいんだろうなと思って、なんか一回ね、見に行きたいですね。僕バドミントン全くやったことなくて、なんとなくイメージは湧きますか。もちろんです、テレビではね見たことあるんで、ただその競技特性というか、何がいいプレーで、何がむずくて、何がやっちゃいけないのかみたいな、そのプロフェッショナルな思考では全く見れないので、うんうんうん、ぜひ本当に機会があったら観戦しに来てほしいですし、でも、うん、前後ろ横全てシングルスプレーヤーだと自分が動かなきゃいけないので、瞬発力だったりその中の持久力、また頭脳判断力、本当に全てをが必要なスポーツの一つなのかなと思ってます。僕ね、すいません、これもまためっちゃ失礼だったら申し訳ないんですけど、奥原さんのこと僕バドミントン選手っていうより、なんかすごく人間的に魅力ある方なんだなっていうのを SNS での発信を見て、むしろあ、バドミントンの選手だったんだぐらいの感じだったんです僕。どこ、何を見てですか。いや結構ね、自分の言葉でいろんなことなんか発言されてるなっていうのを見てて、僕あんま他競技の人とこうやって対談することもめったにないんですよ。僕が聞きたいのは、その各界の結構その道を極めた人って、はい、あんまそういう自分の発信とかに興味ない人多いんですよ、僕が見てきた中だと。多いです。要は競技以外に興味ないっていう、はい、でも多分岡田さんこの感じだといろいろ考えられてるなっていう、考えられてる脳みそが僕の中で気になって、何をもってバドミントン世界ランク1位までになってこんだけ積極的に、SNS で発信してるのかっていうのは、多分僕も知らないし、ここを今日見に来てくれてるたくさんの、方も知らないと思うんで、なんかどういうあれなんですか、それはバドミントンがマイナースポーツだからとかっていう普及目的なのか、また単純にもっと岡田さんに自分自身を知ってもらいたいのかとか、なんかもう他にもなんか目標がバドミントン以外にもあるのかとか、どうなんですか。世界ランキング1位に上り詰める前から、まあ、リオで一応銅メダルを取って、そこでまず私たちはオリンピックがやはり一番の目標である競技なので、やはりリオで銅メダル取った時にオリンピックの前と後の反響は全然違くて、そこでリオで、まあ、女子のダブルスペア高松さんが金メダルを取ったのもあって、バドミントンの知名度が一気に上がったんですね。だからそこからやはりもっともっとこの競技って面白いと思ってますし、まあ、私以外にもトッププレイヤーみんな思っていて、もっともっとその広めたい、その普及ですね、まずは一つっていうのと、私個人を知ってもらうことによってバドミントンにも興味を持ってもらえるきっかけにもなるっていう考え方もあって、なかなか今トップ選手
こう発言したことに対してやっぱ責任を持たなきゃいけないじゃないですか、自分の言葉に。なのでそのリスクが怖くてなかなか発信に至らない選手っていう多い中で、それでも自分の言葉に責任を持ってこう発信していくことで多分プラスになってくることっていうのはたくさんあるんじゃないかなと考えて、どん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 。岡田さん、おいくつですか？25ですね。今年5ですか？6になります。あ、なるほど、はい、僕も8個下ぐらいのこと、日本代表でそうやっていろいろテーブル、あの夕食の時とかにね、あの話するんですけど、サッカーの話で、あのそんな風に自分の話をするやつは見たことないんで、あの小原さん、サッカー、うちの日本代表サッカー選手だし、いろいろ教えてあげてほしい。いや、そんなの、まあ、おこがましい。しっかりしてんな、本当に。いやいやいや、バドは何が大変なんですか？逆にバドを説明すると、逆に強いやつと強くないやつの差って何なんですか？ですね、下手でも強い人もいるし、上手くても弱い人がいるんですね。だから自分の要は強さ、長所を理解して貫き通せるかどうかだと思うんですね。結局駆け引きなので、相手のいいところを引き出ししながら、じゃあ自分は相手の長所以外で勝負するのか、それとも相手の長所と付き合いながら戦うのかっていう頭脳がやっぱり一番ですね。その奥深い駆け引きがバドミントンの魅力です、うん、なるほど、はい、フィジカル的な要素で言ったらどういう能力がなんかこうトレーニングの比重としてはこう多いんですか？例えば瞬発系のトレーニングとか、こう、まあ、瞬発系ですよね。そうですね、アジリティとか、そっちの方が大事になってくるきますね。やはりランニングとかっていうよりも、やはりコート内のステップとかフットワークの持久力ってまた違うので、本当にアジリティとかそっち系の要素が多いのかな。個人トレーナーとかはいるんですか？ケアのトレーナーさんはいます。でもトレーニングのトレーナーさんはついてないです。いないですね、はい。へー、じゃあどうやってやるんですかそれ、個人スポーツじゃないですかそもそも。はい、例えばわかんないですけど、じゃあ僕の友人で言ったら錦織さんとかトレーナーのコーチとかいて多分やってると思うんですけど、はい、その辺なんかどういう風にトレーニングするんですか？まずそこが、うん、まあ、錦織さんとテニス、プロテニスプレーヤーと、まあ、スポンサーの付き度が違うからっていう、まず根本があって、うん、あとはテニスはもうプロチーム錦織さんみたいな感じで、もうチームで動いていくじゃないですか。でもバドミントンは日本代表っていう一つのチームの中で動いていくので、すごい大きな団体で行動してるっていう感じになってます。なのでコーチもトレーナーも一応日本代表についてるトレーナーコーチっていう感じですね。バドミントン協会があるんですか？あります。だからその辺とかが頑張って普及活動も一緒にやってて、まあ、岡田さんも自分の SNS でやったりとかして、みんながもうバドミントンに関わる人全員がまあ一生懸命バドミントンのまあ価値を高めていこうよっていうようなフェーズなんてことですね。でもまだまだテニスとやっぱり差があるし、テニスはそうやって個人トレーナーつけれてるけど、はい、やっぱそこまで価値がまだ向上してない。バドミントンはそんな誰もがトレーナーがつけられる状態ではないと、経済的に含めて。そうです。もう世界バドミントン協会は徐々、あのもう少しずつテニスに近づけようと頑張っていて、大会賞金とかもどん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 こう上がっていってるので、まあ桁は全然違いますけど。面白いな。なるほど、はい。テニスもできるんじゃないですか？待って、全く違うんですか？やったことないんです、それが。意外、なんかもう動きも似てるじゃないですか。だってそうですね、多分駆け引きの頭脳は似てると思うんですけど、多分根本は違うんじゃないかなと思ってます。なんかサッカーでいうフットサルに近いかなとか思ったんですけどね。ラケット自体のもう重さも違いますし、多分ボールの当て方も、多分スライスのかけ方、多分スライスを大体かけると思うんですけど、テニスどっちかっていうとやっぱり卓球が近いのかなとか思ったりしますけどね。うん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 、岡田さん世界一は本当すごいと思います。
どんな競技でも世界一になるってやっぱできないと思うんですよね。そうですね、どの、まあ、スポーツに限らず本当にトップを取るっていうのは簡単じゃないですよね。僕はまだ取ったことなくて、あの死ぬまでに世界一取りたいなってなんかいろいろやってるんです。あ、そのサッカー以外の分野でもっていうことですよね。そうですね、僕は割とその人生成り上がりだと思ってるんで、はい、ビジョンとか果たさないといけない使命とか社会貢献とかはまあもちろんあるんですけど、人なんで感情もあるし、それとは別に勝負では成り上がりだと思ってるんで、勝負での成り上がりに関しては僕何だっていいんですよ。うん、結果が全てってことですか。そうです、だから今日から僕バドで世界一になれると思ったらバドやるかもしれないしそんな感じですね。そういうことですね。でも前回ユートズルムでオリンピックでのやっぱり今優勝っていうのを目指してると。いや本当オリンピック優勝目指してるんですけど、オリンピック出場の保証もないんで、でも出場を目指したら優勝できないって絶対思ってるんで、出場も監督のジャッジで僕は省かれる可能性あるんですけど、少なくとも出るシミュレーションしながら出た時に優勝できるっていうパフォーマンスをなんとか作っていきたいなと思います。そのオリンピックもそうですけど、まあ、ワールドカップも目標としてこう日本が優勝するっていう、自分のプレーのイメージっていうのは常に持っていましたか。まあまあまあ、イメージトレーニングよくする方なんで、まあ、持ってる方だと思うんですけど、でもいざ試合になるとね、似たようなシチュエーションっていうのは本当数えるほどしかなくて、はい、ほとんどがやっぱり想定外にアジャストしていかないといけないじゃないですか。そうですね。将来はそのバドミントンをやめた後、何やるかプランはなんとなくあるんですか。なんとなくはありますけど、バドミントンから離れるつもりは一切なくて、やっぱりバドミントンが今の私を作ってくれたと思っているので、もっともっと貢献活動を含めてやっていけることっていうのを積極的にやりたいなとは思ってます。いいっすね。じゃあまあ日本の協会かなんか世界の協会のなんか会長にね任命するぐらいの感じになればいいですね。会長ですか。いや会長じゃないと物事変えれないんでね。まあトップじゃないと変えれないですけど、トップに立つのはなかなか難しいですよね。でもやっぱり本当に現役選手がやっぱりスポーツ界っていうのは一番輝いているべき存在だと思っているので、まあ、現役辞めたらその選手たちを支える選手たちがこう輝ける場所だったり環境を整える、そんなこうサポートする側には回りたいですね。こう今の環境に納得いかない選手っていうのは本当たくさんいるんで、はいはいはい、だからまた上がっていくでしょうけどね。すごいバドミントンの認知もされてきて始めてるんで、また僕もね、ちょっと機会あったら一回プレーちょっとしてみます。やりましょう、ぜひぜひ。やはり折れることももちろんありますし、私自身もこう負けそうになる時もあるんですけど、でもやはり結局やる気とかそのモチベーションの根本って何ですかっていう質問も多くてですね、でもそのモチベーションがなくなることが分からなくて、私はもうどうしても自分が成し遂げたい目標があるから頑張れるって私は思ってる人なので、うまくいかへんかったら開き直ると、はい、もうそこまでやってきたから負けるだからこそ、こうそこに舞台に立つ覚悟もあれば、もう準備してやってきたから負ける覚悟っていうのももう持ってますね、その舞台に立っている時には。だから失敗も恐れず自分を信じて挑戦し続けられる、うん、オリンピックでね、お互いじゃあ金メダル目指してやりますか。頑張りましょう。いやまあ岡部さんはなんか現実的ですけど、まあ僕はまず出場からなんですけど、とりあえず僕もとはいえ勝手にオリンピック金メダル目指して僕も頑張ります。はい、一緒にまた頑張りましょう。はい。